的に旨味を感じるアミノ酸は、肉に多く含まれます。骨髄にも含まれますが、骨髄は、どちらかというと脂肪とゼラチンです。単純に、豚の旨味を強く出したければ肉を使えば良いし、スープの濃度を出したければ、ゼラチンを多く含む骨や豚足や豚耳を使えばいいです。ちなみに、ゼラチンは、豚皮やバラ軟骨、背脂にも多く含まれます。では、どうぞ。新たなラーメン作りを模索する英国人のビデオが話題になっていました。60時間かけて、本格的な豚骨ラーメンを作った英国人シェフが、2時間で同じレベルの美味しさを出そうとチキンを使ったラーメンを思いついたようです。そんなビデオに、海外のラーメン好きからは、絶賛の声が寄せられていました。ラーメン作りはまじ大変。手間も時間もかかる。数時間でどう地味を再現する方法が必要だ。豚骨スープが美味しい理由は豚の骨だ。コラーゲンが溶け出してクリーミーで美味しいスープができる。牛の骨も美味しいけど大きいから時間かかる。チキンを使おう。野菜と一緒に煮込んでチキンスープを作ろう。次に、チキンの足をスープで煮込んでラーメンにのせる。2時間煮込んでスープが完全。チキンは25分ほど茹でてから冷蔵庫に入れた。油の層があって美味しそう。2時間ですごく美味しくできた。できるだけ不純物を取り除く。チキン足が油に包まれてしっとりしてる。これ温めたらマジうまいだろうな。出汁を一瞬で取るために出汁バッグを使う。昆布と鰹節から作ってる。醤油、塩を加える。しょっぱめにね。自家製なると巻き。チキンがめっちゃうまい。大成功だよ。味にすごく深みがある。58時間節約して味で匹敵してる。作るならチキンだよ。ラーメンジャーニーもほぼ終わりだけど、この立場でラーメン作りを学べたことにすごく感謝してる。応援してくれてありがとう。次はなると、マキの作り方を紹介するよ。まずは、目指すべき一杯を定めた方がいいです。どんな一杯を作りたいかを見据えていないと、食材のチョイスや調理方法が定まりません。より具体的なゴールを設定されることをお勧めします。目指すべき一杯、ニアリーイコールゴールが定まれば、そのために、どんな食材が必要か、どう調理するか、という具体的な手段を立てやすいです。